下川チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルのしもです。本日はいつもと違って少し怪しい小包を買ってまいりました。それがこちら、カンコレ闇箱ということで、通販サイトトレッカさんにて買ってまいりました。5000円のものになっております。で、今回これ闇箱というだけあって危険度がなんと10を超えた14個も星がついております。恐ろしい。そして確定内容がなんとノーマルカード500枚プラスはてなはてなはてなということなので、まあ、この小包にはもう確実にノーマルは500枚入ってるってことなんですよね。そしてさらにノーマルカードの内容は偏りが激しい場合が多く、同一カード500枚などもありえます。悲惨なことになる可能性がございます。冗談が通じる方のみご購入をお願いしますとのことです。あー恐ろしいですよ。これ星14ありますからね、危険度。しかもこれこんな小包なんで、もうあの佐川急便だからちょっといつもよりなんなら送料かかってるんですよ。ということなので、今回こちら結構重たいんですけれども、ノーマルカード500枚確定のもので、まあそれ以外何が入ってるのかっていうのも気になるところなので、早速開封していきたいと思います。では開けていきたいと思います。うわ、もうすでに見えてる。あ、なんだこれが、ナカウとコラボしたなんかカードと共に何かが入っているっぽいんですけど、これはまあ後で見ていきたいと思います。ということで、中のカードが中でいっぱいやねんけど、待って。ちょっと待ってくださいね。順番に見ていきたいと思います。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。今取り出した感じ、中のカードには中がいっぱい。嘘だろ、中ちゃんだらけやないかい。あ、でも中他にもいっぱいありますね。クマ。はあ、なるほどね。で、宝章とかもある。じゃあ一気に破っていきたいと思います。はい、うわーすごいな、マジもうお店やんこれ。はあ、なるほどね。夕立とか基礎とか、まあ、同一カードが多いですね。クマさっきも見たけどね、トネ、宝章、基礎か。まあ見事に全部ノーマルですね。ちくまくま、クマ率高くない？まあこういった感じですね。マヤとかクマとか、まあまあ全部ノーマルカード。これすごいよね、全部 IC カードだからね。これ全部ゲームで使えるカードですから。はあすごい、クマ、チクマ、チクマにクマすごいかよ。でこっちが基礎とクマと陣痛、クマ、クマ率高で、マヤでしょ、またクマおるで。まあさすがにノーマルカードってずっと書いてあっただけあって、まあ光り物はないですね。まあクマがすごいですね。待って、この辺入ってるやん。え、ヤマト入ってるやん。え、全然いいんですけど。はい、こちらヤマトですね。私がまあ一番推してるカンムスですね、ヤマトでございます。そして秋津丸、これもまあ比較的人気のキャラクターになっております。そして金剛怪人、あ、全然いいんじゃない。こちら金剛怪人のノーマルでございます。で、谷風の回、これも新しいしね。あ、ヒューガのね、カイホロ、これヒューガしかも限定イラストやしね、顔も。ヒューガのカイホロ、そしておー、ゴーヤのホロやし、あ、谷風、え、すごい、谷風のチューハやん、すごい、谷風のチューハ初めて見た。え、全然いいんですけど。へー、ありがとうございます。あ、だこの辺は結構なんていうんですか、レアリティの高い感じのカードになってるわけですね。あー、なるほどね。まあそしてクマクマという風になっております。で、さっき言ってたこれは何なんだろう。まあさっきのね、これちょっと見ていきたいと思います。これはカードではなくて、あ、なるほどね、中ウとカンコレがコラボした時のこの配布カードが入ってるわけですね。なるほどね。これ金剛とかですね、夕立とか。なるほど。まあちょっとおまけ的な感じで、でももう持ってないのでね、嬉しい。私ローソンとか行ってこういうの集まってますからね。ありがとうございます。本日は通販サイトトレッカ .com さんにてカンコレ闇箱5000円のものを1箱買ってきた結果、こんな感じでございました。いや、このノーマルのタワーすごいですね。で、最終的にカードの数を数えたところ、全部で585枚カードが入っておりました。そのうち7枚が、ま、ノーマル以外のカードになっていて、ノーマルだけだと578枚、余裕で500枚以上入っておりました。闇箱というだけあってめちゃめちゃビビってたんですが、かなりいい内容だったんじゃないかなと思います。ま、何度も説明はしているんですけれども、カンコレアーケードのね、カードは1枚排出するのに必ず100円かかるようになっております。なので、まあ、578枚ということなので、まあ、このノーマルカードをね、排出するのに、まあ、誰かが 57,800 円分かけたということになっております。そしてね、谷風の中波とかもちろん持ってないので、めちゃめちゃ嬉しいですね。まあ、ちょっと YouTube 的にね、出せるかちょっとわかんないので、ちょっとだけ今隠しておりますけれども、中尾とのコラボカードもね、もう手に入るようなものではないので、いやー、
かなり価値のある宝箱だったんじゃないかなと思います。まあ、人間もオリパも見た目よりも中身が大事だということで、皆さんもぜひ見た目ではなく中身で判断してみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。またね。